今、世界中で電動化に対する関心が高まっています。デンソーの電動化技術の歴史はすでに70年。デンソーという社名は創業時の主要製品であった電装品に由来しています。そして世界初の量産型ハイブリッド車へデンソーのバッテリーマネジメントユニットが供給され始めてすでに四半世紀が経過。今では電動車に対して累計1300万台以上を供給、加えて700万台以上のインバーター、550万台以上のモータージェネレーターを出荷してきました。これら主要電動化製品を自社で開発製造しているデンソーが2020年6月、安城製作所に開設したのがここ電動開発センターです。ちなみに今話題の空飛ぶ車のモーターもここで開発されています。この格段に小型化、高出力化されたモーターの最新技術は電動車向け製品にフィードバックされるなど、デンソーの電動化技術はこの場所で日々進化しています。電動化製品ブランドエレクスコアはデンソーの技術と知見の全てを集約し誕生しました。モビリティの電動化に長きにわたり携わってきた経験が生かされています。デンソーはエレクスコアを世界中の公道で使いながら技術を磨き、高品質、高性能、小型化を実現してきました。デンソーはさらにコア技術の共通化を図り、システム全体のパフォーマンスを底上げするとともに、電動化市場ニーズのおよそ 90% をカバーする出力帯の豊富なラインナップで、さまざまなモビリティの電動化に貢献していきます。それではエレクスコアの3つの製品を紹介します。モータージェネレーター、インバーター、バッテリーマネジメントユニットです。まずはモータージェネレーター MG を紹介します。車を動かすモーターとタイヤの回転を電気に変える発電機の役割を果たす製品です。この製品において特に注目すべきポイントはこの巻き線の形です。従来は丸線でしたが、このように平角線にすることでコイルの線積率を 10% 以上向上、さらにコイルエンドの高さを低くすることで従来品より 40% の小型化に成功しました。このコイルの線積率の向上と小型化を実現する巻き線技術が MG におけるコア技術、プレス SC 巻き線技術です。デンソーは長年車両用発電機であるオルタネーターでトップシェアを保持してきました。そこで培ってきた巻き線技術を10年前から MG に取り入れています。 MG のトップランナーであり続けるために、我々はこれからもこの技術を磨き続けていきます。デンソーの MG は様々な電動車両に対応できる幅広い出力、トルクをカバーした製品ラインナップを揃え、あらゆる市場ニーズに対応しています。具体的にはハイブリッド車、プラグインハイブリッド車から電気自動車まで、Pi190 から Pi230 のサイズ展開で対応することが可能です。さらに大きな出力、トルクへの要望に対してもカスタマイズが可能となっています。次にインバーターです。走行時にバッテリーからの直流電流を交流に変換してモーターへ、減速時は交流から直流に変換しバッテリーへ、電流のコントロールに欠かせない製品です。電力は変換する際にどうしてもロスが発生してしまいます。重要なポイントはいかにロスを少なくするか、そして性能を引き出すために発生した熱をいかに効率的に冷やすかです。インバーターの中でパワーカードと呼ばれる半導体のモジュールが電源オンオフを高速にスイッチングすることで直流と交流の変換を行っています。ちょっと取り出してみましょう。このサンドイッチのような積層構造をご覧ください。これまでは構造上小型化が難しかったのですが、積層冷却機によって両面から冷却できる構造を実現しました。これにより冷却性能が2倍になり、従来のインバータより 40% 近くの小型化に成功しました。さらに熱の原因となる電気のロスを最小化するため、
デンソーは新たに SiC シリコンカーバイドの半導体も自社開発。非常に高品質な SiC 結晶を作り出す技術で電気のロスを大幅に低減することに成功しています。パワーカードには SiC パワー半導体を採用した SiC 型と Si 型の2種類を準備しており、お客様のニーズにより選択が可能です。さらに冷却器は求められる性能に応じて枚数をカスタマイズすることが可能なので、さまざまな出力を広いレンジでカバーできます。またケースレスにも対応可能です。最後にバッテリーマネジメントユニット BMU を紹介します。 BMU はバッテリーの電圧や電流、温度などを測定します。モビリティの電動化に欠かせない製品で、制御系の ECU へ情報を送る製品です。測定が正確であればあるほどバッテリーのパフォーマンスは向上します。エレクスコアの BMU は電圧の測定精度が高く、必要な部品数が少なくて済むのが特徴であり、 BEV の航続距離を従来より 7% 向上させることができました。さらにデンソーの BMU は一つの監視 IC で24セルを高い精度で検出可能です。従来では多数の監視 IC が必要でしたが、その機能を集約することでシステムコストの低減を実現しています。この監視 IC チップの数をカスタマイズすることで、さまざまなバッテリーのセル数に対応することができます。その結果、電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車など、小型モビリティから大型モビリティまで幅広いモビリティに対応することが可能になります。さらに電動車の拡大のためにバッテリーの種類は増加しており、 BMU はそれらのバッテリーにも対応できるよう開発を進めていきます。モータージェネレーター、インバーター、バッテリーマネジメントユニット、これらの製品は組み合わせることでシステム全体で最も高いパフォーマンスを発揮できるように設計されています。電動化製品の全てを知り尽くしたデンソーが技術にこだわって実現したのがこのエレクスコア製品なのです。さらにここ安城製作所に新しく増設されたプラントでは、カーボンニュートラルの実現に向けて将来の工場内からの CO2 排出ゼロを目指した実証実験も開始されています。お客様が求める最高のパフォーマンスを発揮する製品を、時代が求める最高の作り方で作る。今後さまざまなモビリティが電動化していく中で、デンソーはエレックスコアがあらゆるモビリティの電動化の核となるよう技術に磨きをかけていきます。